伊勢メオトイは触れあい水族館、シーパラダイスは、三重県伊勢市二見町港にある水族館。略称、伊勢シーパラダイス、シーパラ、名称二見ヶ浦に隣接している。株式会社伊勢メオトイはパラダイスが運営。2015年9月までは、名鉄グループに属していた。伊勢湾フェリーの開通により、モータリゼーションと観光産業が高まる、時代背景に着目した、ハトバス。 東京タワーの創業者でもある山本達夫が名鉄不動産、名鉄観光サービスなど名古屋鉄道グループ各社からの出資を受け、1965年にドライブイン二見ヶ浦観光センターを開設。1966年に同施設内の水族館が開業したリゾート法に基づく三重サンベルトゾーン構想に合応する形で、1989年に 大幅な改装工事が行われ、メオトイワパラダイスは立体駐車場とレストランを連ねた、ショッピングモール、ふとプラザに、水族館は、ふとシーパラダイスへ改称した。館内では、ゴマフアザラシ、アシカ、セイウチといった、飛脚類を中心とした怪獣と魚類が、数多く飼育展示されている。1990年代より、南ゾウアザラシと、セイウチが飼育プールから、 観客のいる広場に登壇し、持ち芸を披露したり、記念撮影などができる、ショータイムが行われている。さらに、水族館では稀に見る動物たちとの距離が近い、触れ合い水族館として、後の水族館事業に大きな影響を与えた。2000年より、水族館スタッフが、爪なしかわうそと握手ができるように塩化ビにいるパイプを使い、餌をもらえると思い出を伸ばす動作を応用し、 お客様と握手できるようにして生まれたのが、爪なしワウ嘘との握手であり、この握手の先駆けではある。後に、他の縁館でも見られるようになるが元祖は、本水族館である。また、ショートは関係なく、イルカがボールで遊び出す。イルカのキャッチボールも見られるようになり、イルカがボールを持って、観光客相手にボールを投げ、それを返すことで、キャッチボールができる。 ちなみにキャッチボールができるタイミングは気まぐれであり、ちゃんと返し投げしないとそっぽを向かれ、壁で個人練習をする。完全に気分次第である。2003年より、ほぼ毎日更新の飼育員執筆のブログが設置されている。当館で飼育されていた、南蔵ウアザラシのマリコと、夫、元気と、娘のユメアコは、悪寒米の芸ができた。 マルコは2008年1月7日に9 8 9年1月7日の飼育開始から19年を経過し、国内最長飼育記録を更新したが、マルコは2013年4月9日に急病を発して死亡した。マリコの飼育期間は24年3ヶ月に上り、南ゾウアザラシの飼育期間としては世界最長記録でもあった。さらに、 1987年9月18日に入館したノコギリエイや1993年4月19日に館内で誕生した爪なし川わの地位も国内最長飼育記録を更新し続けていたが2013年12月7日の朝にが死亡が確認された2015年9月株主の親会社である名古屋鉄道が将来の回収費用の投資に懸念を示したことで 地方の中小企業に特化した企業再生ファンドを蘇生する日本産業推進機構に運営会社の株式を譲渡、社名を伊勢メオトイはパラダイスに改めた。2016年には水族館の名称を二見シーパラダイスから伊勢メオトイはふれあい水族館シーパラダイスに二見プラザを伊勢夫婦ワンショッピングプラザに改称したサンシャイン水族館が運営する SNS 生き物 AGE 主催の第1回カワウソウ選挙、第2回カワウソウ選挙、第1回ヒレアシコー支援において、当館の飼育動物が全国主位の得票数を獲得し参観達成。この影響で2018年のゴールデンウィークの入園者数は前年比4割増と急進し、伊勢市長から生打ちのひまわりに対して感謝状が贈呈された。2019年4月。 水族館の新エリアとして、触れ合いお館がオープンし、伊勢夫婦団ショッピングプラザを、伊勢夫婦岩、目ョ夫婦横丁に名称変更した。主催、サイン社員水族館提供、生き物エジー、ありがとうございます。